おはよう。キダディダ。刻んでいこうぜ。あー、バシ大吉。朝がやるもんじゃないんで。ということで本日の動画なんですけれどもね、どういうタイトルとサムネイルになってるか最近わかんなくて、これを言うか迷ってきてる。何ですか。今日ヨシキとお台場デートかなと思ってトイスまでできて、じゃ今から一緒にゆりかまめ乗るみたいな。気持ち悪いな。え、イタリア予約してきたのに。今日駅伝大会ということで、もう本当に休ませてくれ。はい、俺シーズンオフないんだけど。はい。はいじゃないよ、はい、走ってください。何キロ？ん？5キロだよ。マジの長距離。まあ、駅伝大会なんだけど、シックスさん主催の、名前わかんないからテロップ入れてほしいんですが、名前わかんないとか言うの。オンライン大会みたいな。世界の人たちと駅伝ができる。はいはいはい。今回ね、そのチームが結構面白くて、アシックスインフルエンサーチームっていう気取ったチーム。まあ、そんなこと言っていいのみたいな、いうチーム今回出場させてもらうんですけど。てか今更なんだけどさ、うん、これニューバランスのパーカー大丈夫か。俺もニューバランスだよ。頑張りましょう今日も。そうですね、行きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。おはようございます。ニューバランス来ますね。おー、やめろ、早く脱げ。おはよう。おはようございます。おはようございます。あー、来た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 。元気です。せーの、やこでーす。昨日ニューヨークから帰ってきたよ。そうなの。おかえりー。おはようございます。楽しかった。楽しかった。楽しかった。パンランしてきた。ちゃんとしてきた。めっちゃ美味しかった。1個2400円のパン。詐欺。そういうこと。詐欺じゃない。詐欺じゃない。今日走る人。今日走んないの。あれ、もう朝走ってきたよ。え、俺だけ。え、待って、これから走るの。もう走ってきました。もう走った。はい、10キロ走ってきました。あれあれ、オンラインの大会ってのを聞いてんだけど、はい、あ、でも走ってなさそうな顔の人。え、カロ久しぶり。眠いわ。え、カロは走った。走ってない。あ、カロは走ってない。走ってない。今日走ると思ってきたんだけど。え、そうだ、いいんだよ、ね、うん、いいんだよ、ね、うん、おい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 、これじゃあ設定にやられるよ。好き。設定してこいよ。この感じ、僕とカロだけが走んの。なんだ、そういうことかよ。行く。はい。おお、いいね。行く。志村、遅刻よ。遅延だからね、電車の遅延だからね。で、3区、はい。え、待って、あなたたちどんぐらい、何キロ走ったの。5キロ、20分40秒。え、キロ4ぐらいいってるよ。キロ4、頑張ってよ。お前はいくつでしょ。38分ぐらい、50ギリぐらい。お、結構頑張ったの。4区が、あ、俺だ。俺が、俺が。で、これから走りますと。5区が、あ、5区、僕で。僕10キロ。10キロ、どんぐらい走ったの。キロ4ぐらいで。キロ4。はい。真面目に走る。おいおいおい、膝痛かった。あ、本当に痛かった。大丈夫。大丈夫、膝大丈夫。無理しないでね。カロが今日どんぐらいで今日押していくんですか。まあ軽く4分これみんな今日キロ4なの。じゃちょっと行ってくるわ。頑張って。じゃ皆さんライブも頑張ってね。はい、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。今日一番気合入ってるから。おー、すごい。偉い。それこれアマゾンで500円で買った。買ったんかい。リアルにキロ5ぐらいで行きたいなと思いはちょっとあって。キロ5で行ったらすごいよ。ちょっと今ノーアップなので最初の1キロアップで残り4キロしっかりいきたいなと思ってんだけど、じゃあちょっと行ってきます。はい、バーン、頑張れー。バイバーイ。 TKD の5キロ駅伝が始まりました。さあ皆さん、始まりました。まだ全然準備できてないんで、せっかくさ気合い入れてさ、このアシックスを買ってきたのにさ、全然伝わらない。まあいいですよ、しっかり頑張っていきたいと思います。それでは次の1キロ地点でお会いしましょう。みんな、武田が今頑張って走ってるんだ。全然応援しないじゃん。武田見てんのこれ。見てないよ。だって配信されてないもん。武田さんどこ走ってるんですか。わかんない、今1キロ行ったぐらいじゃない。1キロ通過しました。タイムが5分半ぐらい。ちゃんと見れてない。携帯取りながら走ってるので、かなりバタバタします。この調子でしっかり押していきたいと思います。では2キロ地点でお会いしましょう。武田が今頑張ってるの気になってないでしょ、ぶっちゃけ。うん、なんか、あ、だって24時間テレビみたいに言ったから。ちなみにキロ何ぐらいで行ってるの。キロ、まあ目標は5って言ってた。キロ 5? キロ5余裕なんじゃない。2キロ通過して10分50だから5分半ぐらい。2キロ通過の平均が5分半ぐらいです。やっぱ1人で走るときついな。5分でも3キロ地点でお会いしましょう。バイバイ。刻んでいこうぜ。よしきでございます。ウルトラランナーのみやこです。どうも、こうだくんです。見た目は子供、走りは大人。どうも、カールです。クレイジー。はい、はい、イエーイ。ということで、皆さんおはようございます。おはようございます。イエーイ。うちの相方の武田が今、なんとリアルタイムで5キロ走ってます。ガチで走ってます、ね、走ってますね。3キロ通過しました。16分ちょうどぐらいだったので、平均ペースが5分20ぐらい。ちょっと上がりました。頑張ります。あと2キロ。きつい。
頑張れ俺、行けね、アセックス、俺との距離。これは KKB プロジェクトのカメラ。4キロ通過しました。21分10ぐらい。もう計算できない。いくつだ。わかんない。残り1キロ。最後、今日はカロにこのタスキを渡すっぽいんで、しっかり渡していきたいと思います。頑張れ俺。ちょっとペース上げるか。少し汗だく。待って待って、タスキ繋いで繋いで。ちゃんと出してた。じゃあ行ってきます。はい、頑張る頑張る。やってやりましたよ。皆さん。ダッシュで行こうぜ。改めて自己紹介を。はい、押村美樹です。よろしくお願いします。頑張れ、よいしょ、ラスト。あと10m。 おかえり、イエーイ、おかえり。24分15 3分22秒。全然4分じゃないね。ゴリゴリじゃない。すごい走りやすい。走るぜ。走るぜ。走るぜ。全然辛くて、4分の感覚で言ったら3分半ぐらい。あれあれ。ちょっと気持ちいい。それはすごい。彼ら6人チーム全員完走でーす。やったー。ダッシュで行こうぜ。さあ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 、お疲れ様でした。いや、お疲れ、本当に。はい。ナイスラン。ありがとうございます。ということでみんなね、今パーティーをさ、ミキティ。オープニングいなかったじゃん。電車でずっと、うん、うわーってなってた。電車の不都合で、はい、あのちょっと見に来て遅れちゃったんだけども、ちゃんと合流しましたと。はい、昨日走ったの？昨日の夜走りました。ああ、どうだったのタイムは？タイムは、いくつだったんだろう。5キロ？5キロです。4分ちょっと出してて20、はははは。何してんの？カメラ調べようと思って。俺らの動画だったら携帯いじっていいのかな。そういう感じがする。結果言っちゃっていいですか。今周平と太郎が今頑張ってくれて全員出走終わりましたと。現在世界3位。3位です。すごい。21分01秒でした。早っ。すごいね。頑張った。さすがですよ。さすがだね。いやでも周平も一人で5分10ぐらいで刻めるようになってるってことはやっぱり基礎体力上がりすぎでしょ。そう、結構上がったんだよね。俺らはすんの。あー、ごめんごめん。ユッティやん。なにユッティって。ユッティやん。ユッティやん。外でイベント楽しんだなと、はい、思います。まあ、現在11時なんですけれども、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でしたね。じゃあミキティと僕は帰ります。はい、いいじゃん。俺もご飯ぐらい。んねえ、ご飯ぐらい。あれなんか今日ストーカーって言われないな。なんだこの距離感。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。